この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら、グリーンがすごく鮮やかなイラストですよね。クロミンさんの作品で、タイトルはクレアチス。オリジナルキャラクレアチスの若い頃を描きました。クレアチスはエルフ耳、緑の長髪と目、胸元の広葉樹の葉を模したブローチが特徴的な男性で、モチーフは蝶です。若い頃は警戒心が強く不機嫌そうな顔をよくしているので、この絵でも少し睨むような表情にしています。森の中にいるという雰囲気を出したくて、影などを入れてみたのですが、あまりしっくりきません。なので森の中のような神秘的な雰囲気の出し方を中心に添削してほしいですとのことです。クロミンさん、応募ありがとうございます。このイラストですね、もう何よりもいいなって思うのが緑の使い方ですね。緑って結構メインとして扱うには難しくて、見栄えをさせにくい色なんですが、クロミンさんはその難しい緑を綺麗に使いこなしているあたり、とてもねセンスがいいなっていうふうに思いました。素晴らしいです。でね、森の中の神秘的な雰囲気が出せないとお悩みなんですが、僕はですねこのイラストから神秘的な雰囲気は十分感じ取ることができたので、クロミンさんがしっくりこない理由は多分ね別の部分にあるのかなっていうふうにこの時点では想像しております。でじゃあね、しっくりこない理由は何なのか、僕の予想なんですが、多分ですけど影に黒を使いすぎてしまって色がくすんでしまったこと、そしてそのせいで透明感が失われてしまったこと、あとは影を描き込むときに少し面の意識が弱いせいで絵が見づらくなってしまっていることが原因のような気がしますね。特に最後に言った面の意識はですね、少し難しい概念なんですが、これを習得するのとしないのとでは絵の見栄えがねガラッと変わってきてしまいます。逆に言えばね、この面の意識を習得すると周りの S さんと圧倒的に差をつけることができるので、ぜひ今回そこに注目していただけると良いと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まずね、面の意識に行く前にまずは背景について少し調整しながら行きましょうか。はい、今背景はですね、この辺りが、見えていると思うんですが、一部ですね、絵の一部しか見えていませんが、この面積から読み取れる情報がよく見るとですね、ここに葉っぱがあるんですけど、この葉っぱしかないので、あんまりね森っていう印象を受けることができないっていうのがあるかもしれませんね。森を描く際に簡単なやり方はですね、まずはこうです。はい、比較的明るい部分をふわっと追加しました。これはですね、グラデーションで適当に追加すれば大丈夫ですね。この時点ではね、あんまり深く考える必要はありません。強いて言えば上の方がちょっと明るいかなぐらいです。そしたらこの明るい部分に木の枝のシルエットを乗せていきます。はい、こんな感じ。まずは濃い緑色で太めの木のシルエットを追加しました。森といえばね、木だと思うので木のシルエットが見えていることは重要ですね。で、太くて濃い木だけだとちょっとね奥行きがなくて単調に見えるので、遠くにある薄い木のシルエットも薄く追加していきます。やってみます。はい、こんな風にね、明るくなっている部分に追加していくのがコツですね。葉っぱがないので葉っぱも追加していきましょうか。はい、こんな感じ。ほら、手前の濃い木と奥の薄い木のシルエット、これだけでもうね森の中なんだなっていう感じが出ちゃいましたよね。かなり大雑把な描き方をしているので、細かい葉っぱや地面の部分などもうちょっとね細部を調整していきますね。
はい、こんな感じ。背景はね、一旦ここまでです。次にメインの人物の部分に移っていきます。さあ、さっき言っていた面の意識って何なのか、そこに着目しながら見ていってくださいね。このイラストでですね、僕がちょっと見づらいなって思った理由が2つあります。1つ目は、例えばこの髪の毛のここね、モコモコ感ですね。この辺りってですね、おそらく同じような面になっていると思うんですが、例えばここの同じ面の中でこんな風にですね、明るい暗い、明るい暗い、明るい暗いって激しくですね、明るさが変化していますよね。まあ、これもね、表現の一種ではあるんですが、クロミンさんは神秘的な雰囲気を出したいとおっしゃっていますので、神秘的な雰囲気とこの塗り方の取り合わせはあまりね、相性が良くないかなっていうふうに思うんですね。同じようにですね、このマントの部分もこの凹凸に即して明るい暗い、明るい暗い、明るい暗いって同じ明度の差で連続しているので、平面的なね、記号のような表現に見えてしまっているんです。このあたりは面という意識を持つことで塗り方が変わってきて、さらに形が分かりやすく視認性の高いイラストに仕上げられると思います。まあ、今のところね、見づらい原因の一つしかまずは説明していないんですけど、もう一つは後で説明することにして、まずは今言った点に着目しながら添削していってみましょう。まずは髪の毛の面を意識しながら形を調整していきますね。はい、こんな感じ。さっきはね、明るい暗い、明るい暗いの連続になっていましたが、僕が添削した方はここは明るい面、あとは大雑把に暗い面っていう感じに面をね、パキッと分けました。まあ、ディテールがね、追加されてないので見栄えはまだしませんが、こっちの方が形がすっきり分かって、くどさが取れ、見やすい印象に変化したのがお分かりいただけると思います。さらに同じように顔についても形を調整してみますね。やってみます。はい、こんな感じです。顔は大雑把な面分けができていたんですが、立体としてはね、この正中線のあたりで面が切り替わった方が自然だと感じます。そのあたりを意識しながら形を修正してみました。あと細かいんですけど、顔全体に当たっている光なんですが、添削前は自然光っぽい黄色い光だったんですが、森の奥深くということなので、今非表示にしているこのエフェクトですね、このエフェクトの光による光がいいかなっていうふうに思いましたので、少しね、青みがかった光にしてみました。あとこれもちょっと細かいんですが、首元についても面を意識しながら形を調整してみます。こうです。はい、こんな感じですね。どうでしょう、今髪の毛と顔、そして首の陰影を面という概念を強く意識しながら添削してみました。これとこれ、これとこれ、さあ密度の問題は置いておいて、遠くから見た時に面が意識されている方が視認性が良くなって、すっきりとしたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。まあ、ただね、これだけだとまだ見栄えが良くありません。特に神秘的な印象を追加する場合、反射光を加えて透明感を出すのが効果的です。なのでさらに雰囲気を出すために、今整理した部分に反射光を加えていってみましょう。まずは髪の毛から。はい、髪の毛に緑の反射光を加えてみました。まあ、なんで緑なのかっていうと、背景が緑色なのもありますし、非表示にしているエフェクトが緑色だからですね。さあ、同じように顔と首についても反射光を入れていきます。
はい、こんな感じ。それとね、さっき面を意識したせいで塗りがね、かなり大雑把になってしまいました。そのせいでディティールがそがれてしまったので、そのあたりも意識しつつ細部を描き込んでいきます。やってみます。はい、こんな感じですね。反射光を加えると奥に沈んでいた奥の面が明るく照らし出されて、絵に透明感をもたらしてくれる効果があります。反射光がないとね、奥の面が暗く沈んでしまうので、重くくすんだ雰囲気になってしまうんです。ここにもね、面という概念が出てきますね。このように絵は面という概念を手に入れることで飛躍的に世界が広がります。面の意識、この動画を機に強く心に刻んでください。さあ、どんどんいきます。次は体の部分、ここも面を意識しながら修正していくんですが、ちょっとね、奥の側の体が足りないので、ここ少し付け加えていきますね。やってみます。はい、奥の方を追加しました。デザインはね、ちょっと勝手に考えてしまったのですが、クレアチスさんはオリジナルキャラということなので、その設定に準じてくださいね。では手前の肩の部分、特にマントの陰影について面を意識しながら修正してみます。こうです。はい、こんな感じ。添削前はですね、明るい暗い、明るい暗いが同じように連続していて、この上の明るい部分と下の明るい部分が同じような明るさをしていました。でも冷静に考えればですね、この布って人体に沿ってカーブしているはずなので、布の上の部分は人体に沿って上を向いているはずですし、布の下の部分は人体に沿って正面を向いているはずなので、こことここの明るさが同じわけがないんですよ。なので添削後はこのように上下で明るさを変化させています。はい、わかります。こうなってくると面ってちょっと難しいでしょ。そう、難しいんです。でもね、今見てわかるように、この概念を習得するとめっちゃ絵が上手くなったように見えます。これね、もし手に入れることができたらちょっとワクワクしませんか？最初はね、意識するだけでいいです。意識すればそのうち手に入れることができますから、まずはこの概念を意識する、そこから始めてみてください。体のパーツの修正、最後は広葉樹のアクセサリーを若干調整していきますね。はい、こんな感じです。ちょっと細かいですが、広葉樹についてもこの面とこの面とそしてこの面を意識しながら陰影をつけてますね。さあ、勘がいい人はもう分かったかもしれません。先ほど言った見栄えを損なう原因の2つ目のポイント、それは何かというと、同じパーツの中だけではなく違うパーツを比較した時にも明度を変化させないと見づらくなってしまうということです。例えば髪の毛とマントの明るさを比較しながら見てみてください。添削後のイラストは髪の毛が一番光が当たっている面と想定して描かれているので、この部分が一番明るく、それ以外の面は光が頭ほど当たっていないので、それよりも暗い面として描きました。まあ、この広葉樹だけはね、ちょっと特別なアイテムっぽいので、ここだけは少し明るく描いてますね。顔の正面の明るさと耳の明るさ、これを比べてもね、その差は分かりやすいと思います。耳の方が暗くなってますよね。で、添削前はというとどうでしょう。ほら、結構明るさが似通っている部分がかなりあるでしょ。こことここを比べても似てますし、あと顔の正面とこの耳のここの光の当たっている面も明るさが似ています。こうなるとね、目がどこを見ていいのかわからなくなってしまうので、ちょっとね、見づらいなっていう感覚になってしまうんです。明度のコントロールっていうのは意外とね、大事なんですね。これはね、面の応用にはなるんですが、絵全体で見た時の明度コントロールも分かりやすさを演出するには非常に大事な考え方なので、これは
ちょっとね上級テクニックになるかもしれませんが、面に慣れてきたらぜひ意識してみてください。さあそれでは顔の中身のパーツの添削です。顔の中の添削についてはね、ちょっと僕の好みの問題も含まれてくるので、全てを真に受けなくても大丈夫です。ですがそれでもあえて指摘させていただくと、クロミンさん的に睨んでいる表情っていう意識で書かれたということですが、僕から見るとですね、割と優しい顔だなって思いました。もう少し睨むか冷たい目をしても感じが出ていいかもしれません。少し修正してみますね。はい、まずは左右で目の高さがちょっと違ったので変形して直してみました。さらに表情を調整していきます。まずは上まぶたか。はい、こんな感じです。まぶたの上のカーブを抑えることで目を持ち上げているような感じがなくなりますから、それによって表情が消えてちょっとねクールで冷たい印象に変化すると思います。黒目も調整しますね。はい、こんな感じ。黒目が結構大きめに描かれているので、より情報量を上げてあげても見栄えが良くなると思います。あと黒目の上部の部分は、思い切ってこんな風に暗く落としてあげると、目を伏せたような冷たさが演出できると思いますので、より睨んだ印象に近づくかもしれません。さあ、目の周り、ちょっと処理がまだ雑なので、細かい部分仕上げてみますね。はい、こんな感じ。さっきと比べて少し睨んだような表情を作れたのではないでしょうか。あとは鼻と口についても少し睨んだ表情を意識しつつ、もう少し冷たい印象に寄せてみますね。はい、こんな感じです。特に口元ですが、添削前はねうって口角に力を入れている感じが、睨んでいるというよりかはこう照れ隠しの表情のようにも見えてしまいました。そこを少しだけ力を抜いてもらった感じでしょうか。はい、顔周りは以上となります。さてここからは仕上げ、エフェクトの部分です。このね非表示にしていた部分なんですが、ちょっとこのエフェクト特殊というか、一見するとですね、このクレアチスさんの世界に存在しているエネルギー体ではなく、絵はがきの模様のようにも見えているんですよね。例えるなら、クレアチスさんがプリントシールの写真を撮って後付けでね、この柄にしようかなポチってね、柄を後で選択したみたいな、なんかそういうニュアンスが含まれているようにも思うんです。まあそういうイメージで描いたとしたらこれは問題ないんですが、もしこの世界に存在しているエフェクトとして描いたとしたら、もう少しこの空間に馴染ませる工夫が必要かもしれません。例えばちょっと描いてみますね。はい、まずは緑の風のエフェクトを書き入れました。添削前は葉っぱのイメージが強かったので、そのイメージも取り入れてみましょう。はい、こんな感じです。あとは蝶々のエフェクトもありましたね。蝶々も書き加えていきましょう。はい、こんな感じ。
蝶々は添削前はスタンプっぽい感じでしたが、このようにキャラクターの手前と奥に少し角度を持たせながら描くことで、あ、この空間上にこの蝶々はいるんだなっていうことがこの工夫によって伝わると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。色味はそのままなんですが、結構ね、神秘性が上がって見やすくなったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。今回の添削はなんか絵がしっくりこないというお悩みに対して、面という概念をお伝えしながら見栄えよく透明感を感じる着彩の仕方を中心にお話ししてきました。特にキャラクターを描く際にはこのように明るい暗いをたくさん連続してしまうとくどくて見づらくなってしまいがちです。神秘性もねちょっと失われてしまいますよね。それを防ぐためにはこのように明るい面、暗い面を意識して大きな面として塗り分ける意識が必要だとお伝えしました。はい、こんな感じですね。そしてエフェクトについてはあまり記号的に書いてしまうと後付けで貼り付けたプリントシールの柄のようになってしまうことがあります。そういう想定でない場合には同じ空間上に存在するエフェクトのように書くことでさらに神秘性をアップすることができると思いますよ。また今回は形を修正しながら色も同時に修正していきましたが、色と形両方同時に考えることが苦手なんだよな。グレーで描いてそれを色に簡単に直せたらいいのにという人もいると思います。そんな時はこちらの動画、モノクロの絵を簡単にカラーイラストにする方法もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてホイのコーナーです。ちょっと今までは僕があっち向いてホイしていたんですが、これ逆の方が楽しいんじゃないかと思いまして、皆さんが僕に対してあっち向いてホイを仕掛けてみてください。それではいきますよ。準備はいいですか。いきます。気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、こっちの方が楽しくない？ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。